じゃあ、第2部ということで、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、まぁ、あの、ちょっと食事もね、済まして、まあ、バータイムというような感じで、まずはちょっと、乾杯から。じゃあ、お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございます。ちょっと雑談ですけど、野田さんはレモンチューハイが好きなんですよ。まあよく、なんていうんですか、まあ10年前とかは、おさわってよくレモンサワーにかけられて、はいはいはい。よく、おさわパイって言われてました。ああ、レモンチューハイを、野沢のサワーとか、ね。サワー、野沢パイみたいな。ああ。まあ一時流行ってたじゃないですか、レモンサワーっていうのが。まあまあね。うん、それで、例えば、お店のレモンサワーを飲み切る、うんうん。今だから言えることですけど、なんかよくお店がなくなるまで、レモンサワーオンリーみたいな。今だから言える言葉なんですけど。なるほど。いやいや、いつもね、野沢さんがレモンサワー飲んでるから、まあ飲み行かせてもらって。今日ね、あのちょっとあのレモンサワーちゃんとちょっと本格的に氷入れてレモンサワーの素を入れてソーダで割ってみたいなのをしたかったんですけど、まあ、ちょっとレモンサワーの素を忘れて折り返すのがっていいですか、普通の缶チューハイ買って、今日売店で缶チューハイ買って、ね、でも一応氷は持ってたから氷を入れて、一応だからカランカランと、ね、っていう感じで、はい、なんですけど、まあ今まで現役引退、本当メディアとか本当出られてなかったじゃないですか。大嫌いでしたね。大嫌い。そうなんよ。まあ、で、たまたま縁あってね、こうやってまあ、まあ、この MWM のチャンネルに出ていただいたわけだけど、多分、これを見て、野田さんを見つけた視聴者の方なんですけど、え、何してたのって思われると思うんですよね。実際、引退後はどういう生活、まあそうですね、そのサッカーを離れて今、うん、まあ3年が経って、はい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 、やっぱ自分のセカンドキャリアっていうのと向き合って、うん、まあ今、まあ企業に就かせていただいたりもそうですけど、はいはい、まあ今、大学の方、うん、まあ、大学で勉強してる、そうです、ね、専攻とか、まあ主に、まあ、社会の基本的なことをベースに、その経営であったりとか、うん、マーケティングであったり、はい、まあ、基本的なことから、これからのこと、まあ、今、いろんな方たちと、まあ、切磋琢磨させていただいている形ですね、うん、はい。ということは、まあ、どっちかというとビジネスを勉強してるみたいな感じですかね。そうですね。まあ、本当に、まあ、自分の性格上、本来であれば社会に就く方たちっていうのは着地点があって、うんうん、それをベースにやっていくのが基本だと思うんですけど、自分の中でやっぱり昔からの性格上、着地点を決めて、はい、自由にっていう言葉が少なと思うんですけど、うん、こう社会についてやりたいので、うん、基本的なことを学んだら、まあ、何か力になれたらいい。まあ、本来であれば、セカンドキャリアっていうのは、まあ、スポーツ選手やれて10年、20年って言われてる世界なんですけど、どうしてもそこで壁にぶち当たる形が多いと思うんですけど、自分の中ではこう、一切、サッカーをじゃあやりなさいっていうのはまた別なんですけど、指導者の人とかでもいろんなことができたと思うんですけど、やっぱり、今まで、何十年でも、まあ、変な話、生まれてきたからずっとサッカーだったので、うん、そんなそうですね。で、まあ、きっかけもいただいたこともありそうですけど、うん、自分の中でセカンドキャリアはやっぱりもう、今まで支援していただいた側なんで、そのじゃあ支援していた方たちがどうやってこう、スポーツ選手、だけじゃないですけど、日本を支えてきたのかっていうのがすごく知りたくて。ああ、なるほど、なるほど。はい。ああ、だからまあ、
言ったら、まあ、サッカー関連でいけば、まあ、もちろんね、あれだけ活躍されたんやから、まあ、その道っていうのは選ぶことはできたけども、もっとちょっとサッカーだけじゃなくて、そのサッカーも含めたなんか全体をなんか支えるようなものをっていうことも含めて、勉強していきたいなって。そうですね。もちろんサッカーじゃ還元するのが、うん、まあ、当たり前っていうことがおかしいかもしれないですけど、もちろん、今までこう、サッカーでお世話になったんで還元しなきゃいけないっていう気持ちはあるんですけど、うん、まあ、その、じゃあやるにしても、やっぱり社会のことを、どうやってじゃあサッカーでいける環境、マネージメントできている。このまま行ったら多分、指導者やってたら、まあ、指導者かわかんないですけど、多分ダメになってると思うんですよ、自分が。まあ、もちろんそれは、じゃあ、指導者だったとしたら子供たちがダメにしてしまう。自分は、そういう、怖さがあったんで、もちろんやられてる方は別として、いいんですけど、自分はそういった考えを持ってたんで、やっぱり何をやるにしてもセカンドキャリアっていうのは、世界にずっとつながるとか、勉強したいっていう感じで、はい。そういう、でも、まあ、ね、よく、まあ、僕ら知ってる有名なサッカー選手が引退されて、まあ、それこそ、まあ、当然ね、監督の道とか指導者の道の方も、まあ、それ一番多いかもしれないし、あと、まあ、結構こう、いきなりこう、なんていうか、実業家的な形で、ビジネスの方に進まれる方とか、まあ、そういうのは聞くんですけど、そういうな、さ、まあ、スポーツ選手引退、大学で勉強し直してみたいなので、よく、あ、なんか参考にされた方とか、そういうのもあったんですか？全然ないんですか？全然ないです。やっぱりこう、まあ、今までもサッカー一筋だったんで、はい、もっと幅を広げたいっていうのが芽生えて、いろんな人とこう、絡んでいきたいですし、うん、なんかサッカーだけだったらなんか何ですか、自分の中ではもったいないなっていう。あ、なるほど。あ、じゃあサッカーという業界、まあ、あのカテゴリーだけじゃなくて、より大きいものを見据えて活動していきたいっていうわけですかね。まあそうですよ。まあ、着地点はないんですけど、まずそのベースとなるものを、やっぱり勉強も何も社会も知らずに生きてきたっていう感じで、まずはそこを学ぶことによって、やっぱりしっかりとした土台を作りたいなっていうので、今までの過去をもう一回ゼロにしてから、はいはい、もう一回這い上がって、いろいろ勉強して、今度サッカーの野田拓也じゃなくて、社会についてる野田拓也として、もう一回ちょっと苦労じゃないですか。はいはいはい。まあチャレンジですね。しないなっていう。こうやってお知り合いになれたら、まあ引退されてからの姿を知らない。知らないんだけど、まあ確かにそのサッカーあれだけ活躍された野沢拓也っていうのは、まあ見事に捨ててるというか、ね、もっとそこうまいこと使ったら、まあ楽しい思いであったりとか、もっと華やかな道とかね、あっただろうになと思うけど、そこを堅くなにこう拒否してるというか、まあ、拒否してるっていうか、その当たり前じゃなかったなっていうのを改めて今感じてるところがあります、ね。ああやって自分がこうグラウンドに立ってサッカーに集中できたっていうのは、やっぱり周りでサポートしてくれるスタッフ、まあ、サポーターもそうですけど、それ以外にやっぱり裏方の方たちとか、まあもちろんスポンサーの方たち、何のためにじゃあ出費してるのか、スポンサーになってるのか、なんでこの素晴らしい環境でやらせていただいてるのか、改めていろんな学びにつかせていただいて、すごく感じたなって思いました。はい、今、まあその、まあ、将来の夢とかそういうのを実現して、表現。これを機にキャンプはちょっと
は嬉しいですね。ちょっとなんか言わしたみたいですけど。まあ、いや、絶対ね、ちょっと一回家族で行ってみてください。そうです。ねえ、お子さん。もう本当ね、もう、あの、お子さんがちょっと、それこそ、今、中学生。そうです。もう高校生とか、本当、一緒に出かけ、家族で一緒に出かけて、なかなか行けなくなるんでね。そうです。もう生きる間にぜひ、あの、まあ、キャンプに限らず。それも、セカンドキャリアの理由の一つでもあるんですけど、今までが、やっぱりもう、自分のためにこう犠牲にしていただいたんで、これからはちょっと、サポートする側、まあ、社会のサポートもそうですけど、家族のサポートも、残りの人生をちゃんとしたいなって思う。はい。そこはもう感謝してしきれないんで、言わないですね。ぜひこの動画を見ていただいて。宣伝ですか？いや奥さんにね、奥さんに宣伝。最近ね、それこそ、あの、野球観戦したりとか、ちょっと、あの、ツイッターでね、つぶやかれたりとか。ああ、はいはい。SNS も全然しないですよね。してないですよね。しないです。豆じゃないっていうんですかね、そういうの。豆じゃないんですよ。豆じゃなさすぎるんですよ。そういうもんなんですかね、ツイッター。SNS っていう自体があまり、その、興味がない自分なんで、その、自分の情報を上げるのが。まあでもそんな待ってる人は、まあそうですよね。よく言われます。野沢は何やってるんだっていう、こういう。だそういう場を設ける場が SNS なのかなっていうのも感じてますけど、なるほど。でもそうやってそういう声をいただいて、知りたいっていう声をいただいて、あ、まだ野沢拓也は、ファンの方たちがいるんだな、嬉しく思います。これを機に、まあ、まあ、上げさせていただくと思うんですけど、多分、言ったら、ピッカボールで終わってます。まあ、そんな気がする。ああ、そうです。じゃあ、なんか、選ばれたじゃないですか。はい、まあ、もちろん、功労者は間違いなく功労者で、しかも、ね、歌手の八の男の方が分かる。功労者って自分の中で、偏見なんですけど、うん、定年退職みたいなイメージがあって、まだ65過ぎてないなっていう、だから、おかしいなっていうのはあったんですよ。その考えもおかしいですけど。まあ、引退という節目があったわけですからね。まあ、はい。ただ、うん、実際にその場には行ってない。行ってないんでしょう。せっかく言うな。申し訳ないですけど、行ってないです。ね、言ってましたね。明日、スケジュール的にはいけたんで、あんま言わんほうがいいですね。いや、いけなかったです。いけなかったんですね。いけなかった。そう。いけなかったんです。残念ながら、スケジュールが合わなかったんですよ。そうですけど、そうですね。自分に合わせていただいて、暮らしていただいたのかなっていうのもあったんで、でもそれでも。それでもいけなかった。で、わざわざ、こう、来られて、はい、出向いていただいて、はい、動画を撮って、書いていただいたんですけど。動画出演したんですね。動画出演って、申し訳なかったですけど、でも気持ちだけはいただき、はい。いろんなセカンドキャリアで悩まれてる方たちも多い。ロールモデルじゃないですけど、まあ、自分もその一人になっていけたらなっていうのはあります。まあ、でも確かにセカンドキャリアとかスポーツ選手だけの話じゃないですよね。それこそ、ね、会社だって企業寿命がね、平均して30年やないとか、それも人生100年時代の中で、ね、もう絶対転職はする機会は少なくとも1人に1回やり方っていう中にね、そういう意味でも、ね、一般の、まあ、サラリーマンの
ちも、やっぱり、稼ぐキャリア的なことは、必要な考え方が必要なのか。僕だってね、こうやって、業務仕事を好きでやってるけど、まあ、実際それがずっと、まあ、やっていきたいけど、できるかっていうのは、わかんないし、まあ、そういう意味ではね、まあ、セカンドキャリア、それこそ全然違った道に歩んでいく、小川の皆さんが、こういう、あまり切らないですこの、はい、いくらでもちょっとあの話は尽きないので、はい、まだまだいっぱいあるので、裏配信なの感じがいっぱいあるので、いっぱいなので、いつくらで寝ようと思います。もう寝ます。もう寝ます。はい、じゃあちょっと動画はこの辺で、はい、終了というところで、はいはい、今日はありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございました。はい、